ケネベック軍はアメリカ合衆国メイン州の南西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は122,151人であり、2000年の117,114人から4.3%増加した。軍庁所在地はオーガスタ市であり、同軍で人口最大の都市でもある。メイン州の人口重心がオーガスタ市にある。 ケネベック軍は1799年2月20日にカンバーランド軍とリンカーン軍の一部を合わせて設立された。ケネベック軍は近年の選挙で一貫して民主党を支持している。田園部では共和党を支持しているが都心部では民主党支持が強い。最近のアメリカ合衆国大統領選挙でも民主党候補を支持してきた。 メイン州選出アメリカ合衆国会議員2人の選挙区は軍内で分かれている。大きい方の南部は第1選挙区、小さい北部が第2選挙区に入っている。アメリカ合衆国国政調査局によれば、軍域全面積は951.18平方マイルであり、このうち陸地867.58平方マイル。 水域は83.60平方マイルで、水域率は8.79%である。メサロンスキーコイカは2000年の国勢調査による人口統計データである。また未編入領域であるユニテタウンシップがある。ケネベック軍の経済は昔から工業に依存している。大量の紙と繊維が生産され、ケネベック川沿いに多くの工場があった。 世帯あたり収入の中央値は2000年時点で36,489ベイドルである。失業率は4.2%である。軍内には、ウォータービル市に、コルビー大学とトマス大学、オーガスタ市に、メイン大学と3つの大学がある。公共教育学区は14ある。チャイナ町に、公立高校はないが、アースキンアカデミーという私立校があり、 生徒が選択する場合は、町が授業料を払っている。バッサルボロ町の生徒は4つの教育学区の1つを選択できる。その他の町には、公立高校がある。郡内には、多くの教会がある。新都数の多い会派は、バプテスト、メソジスト、米国聖公会、改修派教会、ユニタリアン、ナザレン教会、チャーチ・オブ・クライスト、アドベンチスト、および、 末日聖とイエスキリスト教会である。単一の宗派としてローマカトリック教会の信徒数が多い。ありがとうございます。